駆けつけていただきましたので、宮城さんにぜひ一言お願いしたいと思います。よろしくお願いします。皆様こんばんは。生活の層の先進人間宮城由紀子でございます。私は秘密保護法断固反対の立場で今日はご挨拶をさせていただこうというふうに思っております。まあ、この法案本当に急いでますよね。政府が閣議決定、そして提出、採決といくんでしょうけれども、なぜ急がなければいけないのか。これだけ重要な法案、時間をかけて審議をすべき、議論をすべき、15日に始まったばかりなんですよ、臨時国会は。あれよあれよという間に進んできている。この法案についてマスコミが調査したところ、7割の人がよくわからないと言ってるわけなんです。しかしパブリックコメントは8割近くの方々が反対。つまりこの法案を知れば知るほど皆さんが反対するんです。ですから反対が盛り上がらないように、今のうちに法案を成立させてしまおう、だから急いでると、そのようにしか思えないんですよ。そうじゃないですか。中高派の議員と、そして市民の皆さんとの省庁交渉がございました。その様子をご覧になった方多いというふうに思います。本当に懸案事項が多い。まだまだこの件は話し合わなければいけない、そういった法案であるわけでございます。ますます通していけないわけでございますけれども、この中身は国家公務員法、そして自衛隊法などでカバーできる内容なんですね。それをなぜあえて違う法案を作ってやらなければいけないのか。秘密をそのまま秘密として葬り去る、廃棄したこともわからない、そして公開されない。私たち国会、私たち全国会議員、国会議員もこのことについて全く知ることができないわけでございます。秘密だということさえもわからない、そしてそれが捨てされてしまってもわからない。こんなことがあっていいでしょうか。しかし外国とはこの情報を共有するというではないですか。国民主権が奪われる、本当におかしいと皆さん思いませんか。まあ、閣議決定というような話も出てきておりますけれども、それまでに大きな声を上げて、そして多くの皆様にこの法案の理解を深めて、そして断固として閣議決定をさせない、提出をさせない、採決をさせない、そのことをしっかりとやっていかなければいけないと思います。そのために私も声を上げたいと今日この場に駆けつけさせていただきました。絶対通してしまっていきません。この法案を通してしまってはその日が本当に歴史に残る、そういう日になってしまうわけでございます。この危険性を周知させなければいけない、そのことを強く強く申し上げます。今いろいろな問題点が本当にございますが、この前に多くの方々がお話しされたと思いますけれども、特別秘密一体何万件が指定されるんでしょうか。特定秘密に指定したものが何か指定されたかもわからない、そしてそれが解除されることは多分ないでしょう。そして延長延長で5年と言ってますけれども、5年ごとに延長で30年後に見直しと言っても、またそこで延長されれば永遠に特定秘密のままに終わってしまうわけでございます。国民が知ることなく重要なことが公開されないというわけでございます。まあ、外国とよく比較をされるわけでございますけれども、外国はきちんと公開のルールができているわけでございます。ですから最終的には国民が知るところになる。しかし日本のこの法案はこのままでいくと永遠に秘密のまま、しかも葬り去られてしまうと、そういう危険性が高いものであるわけでございます。そしてもう一点、適正評価というのがあるじゃないですか。6万5千人が対象になるというふうに言われております。この6万5千人の方々のプライバシー全て暴かれて、そしてそこで判断をされる、それだけであって家族、そして身近な方々まで調べられるというじゃないですか。そうしたことが行われ、その方々のまた情報が今度いつまで管理されるのか、いつ配布されるのか、それさえもわからない。まあ、これもこの間の会議
て分かったことであるわけでございます。本当に問題点が多い法案であるわけでございます。この法案絶対に通してしまってはいけない。この法案を通したら誰も何も分からないまま原発 TPP はこれに始まらないというふうに言っておりますけれども、本当なんでしょうか。それさえも分からなくなってしまう。そのこともそのまま学名通り私はとても取ることができないんですよ。ですからこういった意味でもしっかりと声を上げて、国民の知る権利、そして報道の権利、そう出題の権利、そうしたものをしっかり守っていかなければいけません。報道主催の権利は、これは一番のターゲットになるのはやはりフリーランスの方々、フリーランスの方々なんですよ。裁判所で報道機関かどうかを判断すると、そんなセリフも先日の会議で飛び出したわけなんです。裁判所で判断するっていうんですよ。ですからこれはやはり大手マスコミの方々は報道機関とそれは見なされるでしょう。ですけど市民メディアの方々、そしてフリーランスの方々、これ一番最初にターゲットになるとしか私は思えないんです。そうした方々がむしろこうした重要な情報を私たちに知らせてくれている大手メディアではなくて、ネットメディア、そして市民メディア、そしてフリーランスの方々がこうしたものについて私たちに知らせてくれている、こんな現状を見ると、その方々がそうしたところのターゲットになってしまうことに本当に危惧をしております。こうしたことは絶対止めなければいけない。そうした強い思いを申し上げて、私のご挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。